さあ、勝負に負けてポテチまで食べたんだ。仲間になりなさい。あれ、私前どこ行ったんやろ。自分の行った場所がわからないんだけど。どこを通って行ったらスライダーにたどり着いたの？え、もしや夢？夢ですか？え、夢なの？もしや？どんこいけ。何あれ？ね、何あれ？ね、なんか浮いとるよ。めっちゃ気になるんやけど。これゲットできんの？これ。どっかから歩いて入れるとか。ないな。ないな。ほら、あんなわかりやすくなんか浮いとるのにさ、確実にゲットできる系やろ。ん？今こけたね。こけたね、私。さっきのは何？フェンスの上にカラスが止まってたの？ん？ここは、関係ないか。ちょ、待って。チャリに乗るよ、チャリに。チャリに乗るのはいいんやけど。こっちは？なんかめっちゃお地蔵さん並んどるけど。こっちこっち。この辺。こっちはなんか、鉱山へ続く道とか書いてるし、恐ろしい。こんなとこ絶対来てないよね。てか、あんなとこに時計あるんや。じゃあこっちやとして、私こんな道通ったかな？お前スライダー見たときこんな道通ってなかった気がするんやけど、気のせい？こんな橋も渡った記憶ないしさ。私の記憶力がないだけなんかな。とりあえず、しかもそこのトンネルどうやって行くの？こっちから抜けるってこと？とりあえず登山道。ここはチャリ乗れないの？乗れないのか。なんてことだ、駆け抜けたかったのに。別に平坦な道の部分ぐらいさ、駆け抜けさせてくれたっていいじゃんね。こんなとこ絶対通ったことないんやけど。ね、こんなとこ絶対通ったことないんやけど。でもまあ上の方に、おるかもしれんけん。とりあえずはひたすら、上を目指していこう。登山道やけんね、ここ。よし。さあ、どうだ。大森山山頂。あ、もしかしてスライダーってあれか。ロケットの時に見かけたんか、私。ってことはだよ、その辺に、あるでしょ、スライダー。あ、来たよ、ジャンボスライダー。なんだ、ここで合ってんじゃないか。で、ドキドキは？ドキドキー。こいつ？あ、絶対違うわ。絶対違うわ。あ、ドキドキおる。やったね。ドキドキおるよ。はい、狙う、ドキドキ。ほんで、アイテムで。スナック、スナック。はい、ポテチ。これを相手に使う。どうぞ。ドキドキがキャッチ。ドキ、うま、やったね。さあ、いけいけみんな。頑張れ、頑張れみんな。普通にいけるやろ。おし。勝利。どうよ。これは？ジャンボスライダーで帰れるんかな？スルスルスルーっと。もう捕まえた気満々やけど大丈夫？捕まえてねえ。ちょっと、無駄にポテチ食っただけじゃないか。ちょっとポテチ食ったんなら仲間になれよ。私のポテチ。ドキドキ。お、ドキドキやないか。かっこいい。バトルスタート。そして狙います。あれ、狙います。はい、ドキドキ。なんかガードしてますけど。アイテムで、はい、ポテッチ。はい、ポテッチ。
どうぞ。どうよ、うまいっしょ、うまいっしょ。さあ、それはもちろん仲間になるしかないでしょう。どうよ、勝利。さあ、勝負に負けてポテチまで食べたんだ。仲間になりなさい。お、アイテム、じゃがじゃがチップス帰ってきたわ。だからなぜなんだ。そして上にまた復活している。え、この繰り返しっすか、まさかの。あ、ほら、下にまた復活したよ。ドキ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 。ポテチをあげては帰ってくるの繰り返しかな。さあ、ああ、ドキドキに渡すことなく、渡すことなく終わったよ。大丈夫かな？何もあげんかったけど。あいつは何もくれなかったとか言わん？チャージ完了！聖剣バーニング！ボウ！おっしゃ、来い！勝利！イエーイ！どうよ、今度こそ。ちょっといい加減仲間になろうぜ。いい加減仲間になろうぜ。ほら、もう日が暮れてきたよ。早く早く。どのぐらいの位置に行ったら回復する？あ、来た来た来た。もうこの繰り返しで行くしかなくね。ドキドキ。さあ、バトルスタート。そして狙う。はい、アイテムでスナック、なんか別のスナックは、ジャガジャガチップス、バリウマチップス、これは、あ、違う違う違う、味方じゃないよ、相手だよ。はい、ちょっとお菓子を変えてみたんだけど、どう？うん、反応は変わらない。反応は全く変わらない。どうやろう、こっちのスナックの方が好きとかそういうのある？チャージ完了。いっけーい。世界平和のつぶやき。まあ、いっけーいって回復やけどね。さあ、いけ。あ、間違えた。回しよった。全然ちげえ。おお。おっしゃ、これでチャージ完了。取り付いて自分の HP を回復。極太サビーム。さあ、来い来い、ドキドキ来い来い。勝利。さあ、どうすか、そろそろ来てもいいんじゃないですか。お、来たー。倒したドキドキが近づいてきた。お友達になってくれるかな。ドキドキ、もちろんドキドキと友達になりますよ。はい、ドキドキと友達になった。ドキドキ。ニックネームはつけません。ドキドキの情報を妖怪大辞典に登録した。よし、いいねいいね。ドキドキの妖怪メダルを手に入れた。手に入れたメダルは妖怪大辞典に送られた。よーし、これで、これで一気にシュンって帰れないんじゃないの、もしや。いや、向こう側にもしかしたら、シュンと帰れる何かが。どこ？ここか。あ、これで帰れる。きっと。さあ、行けー。あ、いいね、いいね。気分いいね。ほら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 。超楽しいやん。長っ。これ一番下まであるんかな？ウサピョン走ってない？滑れんのかな。逆にすごいけど、ここ。びっくりした、妖怪かと思ったやん。いつも言っている気がするけど、いくらなんでも長すぎだよな。長すぎとか言わないで。そうでもないよ。ん、ここは一体どこから。そよ風ヒルズ雅台、ここから来れたじゃないか。なるほどね。じゃあ、とりあえず、
とりあえずなんだ。さあ、シュシュシュッと言って、ドキドキ捕まえてきましたよ。捕まえるって言い方はいかんのかな。ドキドキと友達になってきましたよ。っていう報告をしなければ。ああ。人んちの庭先に。よし、到着。結構野良猫がいっぱいうろうろしよるんやね。お嬢さん連れてきました。はい、どうぞ。おお、ドキドキを連れてきたか。それじゃあ特別に君にこれをあげよう。火炎ドキを手に入れた。それとドキドキを合成すればドキドキを進化させることができるぞ。二つのものを組み合わせるわしのすごい力、それが合成じゃ。わしのすごい力って自分で言うなよ。特別な妖怪同士を合成すると新たな妖怪を生み出せるぞい。合成は数多くの組み合わせがある。じゃがそれは自分で見つけるのじゃ。マジか。だんだん坂の昇天寺を訪れてくれればこのわしがいつでも合成してやるぞい。ちなみに海の向こうの USA では神聖な教会で合成ができるようぞ。おお。自ら進化したいと言ってここにやってくる妖怪も多いんじゃ。あ、じゃあここに来て姿が変わってしまったけんご覧になったって思ってしまったんかな、みんなが。おや、自ら？ねえ、おそうしゃん。おそうしゃん。お塩さん、もしかして、めっちゃ恥ずかしいんですけど。最近ここにデビビルが来ませんでした？おお、来とったぞ。じゃが、あやつも進化して今は、デビビラになったかな。あ、ビビるやつからビビらないやつになったんだ。すげえ。すげえ進化だ。ふ、今の俺様はもうビビってた頃の自分とは違う。確かに、口だけ女から聞いてた性格とは全然違いますな。なんかそれ嫌やね。友達が性格変わって帰ってくるとか無理やん。それじゃあ、この寺で起きてた神隠しって、お嬢さんに合成してもらって進化してたってだけだに？そうみたい。事件解決、だにね。合成したくなったらいつでも来なさい。ドキドキ合成チャレンジ、バッチリ解決。イェイ。すごいだに。ありがとう、褒めてくれたよ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。